サルどうも。スーパーでちらほらイチゴを見かける季節がやってきましたね。ということで今回はイチゴを使ったミルフィーユ、これを作っていきたいと思います。フランスでもかなり歴史あるお菓子の一つで、結構これ作るってなると難しそうな印象もあると思うんですけども、確かにパイ生地を一から作る、お家で作るっていうのはかなりテクニックがいると思うので、今回はそれを冷凍パイシートで代用します。あとは自家製のカスタードクリームを作って仕上げていくといった流れです。ミルフィーユの語源はもう皆さんご存知だと思うんですけども、ミルっていうのはフランス語で数字の1000を意味して、フィーユっていうのは葉っぱですね。1000の葉っぱ、カタカナで日本語の表記だとフィーユってなってるんですけど、実際フィーユっていうとフランスだとね、女の子の意味になるんで、正確に細かく言うとどちらかといえばフィーユですね。ミルフィーユ、ちょっとあんまりどうでもよかったですかね。まずは基本的なカスタードクリームを作っていきます。卵黄とあと砂糖ですね、それをしっかりとすり混ぜた後に小麦粉を合わせておきます。そしたら牛乳を準備して、あとはバニラビーンズですね。やっぱりシンプルなカスタードクリームなんで、しっかりとバニラビーンズを使うのがおすすめなんですけども、まあもちろんないことがほとんどだと思うので、というかちょっと高いですよね。なので代用するとしたらバニラペースト、あとはバニラエキストラクト、一番身近なものだとバニラエッセンスだと思います。もしまだバニラエッセンスしか使ったことがないっていう方がいらっしゃいましたらね、ぜひバニラビーンズ、まあ、もしくはペーストなど使っていただきたいなと思います。結構ねびっくりすると思うんですよね、こう仕上がりの違いに。沸いた牛乳を先ほどのボールすり混ぜておいた方に全部加えて混ぜ合わせたら、もう一度それを鍋に戻します。この時ダマになってるものなどが残らないようにザルでパッセするとなおよしですね。弱火から中火ぐらいの温度帯でゆっくりと卵に火を加えていくのですが、ここでしっかりと火が入ってくると全体的にツヤが出てきてもたっとしてくるので、そしたら仕上げにバターを加えます。もう少し固く仕上げたい場合などは加熱時間をより長くして調整します。これで完成なので冷蔵庫にしまって出番が来るまで保管しておきましょう。ここからはパイ生地を焼いていきます。打ち粉をして、これはどこにでもある市販のパイシートなんですけども、これを一回り大きく伸ばしていきます。あとは焼いた時に浮き上がりを防ぐためにフォークで穴を開けるんですが、これでもね浮き上がってきてはしまうんですよね。なので一旦オーブンに入れて火を加えて、中まで火を入れて浮き上がってきたところを途中で一旦開けて上から重しをするような流れです。このように網でも鉄板でもいいので押さえつけて少し沈ませます。あまり押しすぎると層が潰れてしまうので、そこは力加減が必要ですね。重しをしてもう一度焼けたら、この後は上に粉糖を振りかけて再度オーブンで焼き、キャラメリゼしていくような感じです。この仕上げのキャラメリゼがより一層食感をパリッとした感じにしてくれるので結構大事だと思いますね。あとは焼き上がったパイ生地をお好みの大きさにカットです。今回は4センチ10センチの大きさでカットしていきます。ミルフィーユには2パターンぐらいあると思うんですけども、事前に
大きいサイズにパイを切り分けて、あとはカスタードを絞って組んでおくパターンですね。それはオーダーが入ってから切り分けるといった形だと思います。もう一つはパイをそもそも事前に一人前ずつにカットして準備しておいたものを最後提供直前にカスタードを絞って組み上げる。大体この2つなんじゃないですかね。どっちがいいとかは特にないと思いますけども、前者の方は全体的によく馴染んでしっとりとした仕上がりになるのに対して、後者の方はパイ生地のサクサク感をより楽しめるっていう感じだと思うんですけどね。こちらは最後の仕上げに絞るための生クリームと砂糖を合わせたクレームシャンティを用意しておきます。あとはこれもデコレーション用のいちごですね。一応冒頭でいちごのミルフィーユとは言ったんですけども、中に組み込む形ではなくて仕上げに添えるような仕立てにします。先ほど作っておいたカスタードは冷蔵庫で固まっているので、少しホイップなどで慣らして絞りやすくしておきます。今回はこのカスタードをそのまま絞っていくんですけども、例えば先ほど作ったホイップクリームと合わせてクレームディプロマットと呼ばれるもの、これを絞っていくパターンもあります。それは本当にお好みで、クレームディプロマットの場合はより軽い口当たりにしたい時などにそうします。絞り方は特に決まりはないので自由だと思います。例えば一直線に絞っていく形もありますし、今回みたいに一点一点絞るスタイルもあります。一番上に来るパイ生地にはデコレーション用に用意しておいたクレームシャンティを絞って、それを土台にしていちごを添えます。あとは色合い的にも緑なんかあるといいので、ミントを軽く飾り付けておくとよりいいんじゃないですかね。あとはそれぞれ仕上がったものを重ねていくだけです。もし粉糖があれば忘れず振るってください。結構大事な仕上げだと思いますしね。それじゃあドレスへ行きます。滑り止めのために下にクレームシャンティーを引いておきます。あとは細かくカットしておいたイチゴ、これを土台にして上にバニラアイスを添えてあげるとより一層楽しめるんじゃないですかね。ボナペティ。うん、よし、王道だな。やっぱりクリスマスっていう感じがするんだけど、どうですか、パイ生地とカスタードクリームの組み合わせはもう間違いない。パイ生地にあの粉糖をかけて少しキャラメリしてるから、その苦味っていうのがアクセントになってていい。これはコーヒーが進む。というわけでいちごのミルフィーユでした。クリスマスのデザートにぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。